今日もですね、たくさんのレコードたちに囲まれています。こういう感じですね、ピアノのところなんです。この横、ここなんですよ。レコードがあるんですよ。これがね、これが最高なんですが、ギルバート・サリバン、ね、バックトゥフロントですね。これ2枚目のアルバムでしたっけ、3枚目かありましたね、オリジナルの。いつもね、朝ね、レコードを聞くんですよ。ちょっと待って、これどうしよう。よいしょ、レコードを聞くんですね。こんな感じで、でレコードね、今流行ってるんですよね。すごく流行ってるんですが、持ってますか皆さん。これね、今10倍以上売れてるんですよね。よいしょ、動画回ってるんで音はあんま出せないんですけど、こういう感じで一瞬だけですよ、一瞬だけ。さあ、何がちょっと今日初めて聞くんですよね、これレコード B 面何になってるのか。いう感じで、はい、そんな感じでですねそんな感じで、です。はい、いいですよね、もう最高なんですよ、これがね。聞いて始まると、まあそんな感じでですね、はあ、ちょっと今日はね、なんか別角度いきます、別角度。よいしょ、はい、こんな感じでね、こんな感じも何もないですよね。ちょっとご飯も食べたんで、まずちょっとアイスコーヒーをね、飲もうかなと。はい。今日はこんな感じでですね、レコードの針の情報をちょっと見てました。結構ね、もうだいぶ経つんで、レコードのちょっと針をね、変えようかなと思ってですね、情報を見てました。違うんですよ、レコードの針って。もういっぱいあるんですよ、種類が。で、刺さるやつ刺さないやつがあって、はい、この間ね、ちょっと電話で問い合わせて結構聞いてたんですけども、まあちょっと何かしら買いたいと思います。まあ予備にちょっともう1個ぐらい2個ぐらい買っといた方がいいですね、これはね。でもめんどくさいんですよね、こう買いたいなと思った時にね、ちょっとレコードが傷つくんじゃないかななんて思いながら。だいたいなんか今もう、そうですね、朝ごはん食べて、それで、レコードを聞いたり、ブログやったり、昼間は過ごし、まあその後ね、トレーニングですね、トレーニングを結構バチッとやって、まあ2時間とか、時間かけてやって、それで、まあジム行くときはジム行くっていう、そういう感じですね。今日は、今から公園行ってみたいと思います。ちょっと自転車乗って。よいしょ。ということで、暑いですね。風はあんだけど、暑い。結構暑いわ。結構暑い。一緒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 。今ですね、光ヶ丘公園の方に、もうすぐ着きます。昔からね、小さい頃からよくね遊びに来てた場所ですね、光ヶ丘公園。昔はっていうか、僕の小さい頃なんですけど、こんなじゃないんですよ。米軍のね、基地があって、今はね、みんなこう楽しくね、遊びに家族とか来てるんですけど、昔は米軍の基地があって、なんて言うんだろう、なかなかね、こうちょっと殺伐感があったというか、なんて言うんだろう、有刺鉄線をちょっとくぐって
覗いたらね、ジープ乗ってるアメリカ兵みたいな、まあくぐっちゃいけないんですけどね、本当3歳4歳ぐらいじゃないですかね、兄弟に連れられてぐっと行ったら、もう有刺鉄線くぐって、米軍のね人がジープ乗ってるみたいな、おお怖いみたいな、そういうねのがね一瞬だけ覚えてるんですよね。でそういうイメージからいきなりこう立て直して、なんこんな緑いっぱいになっちゃったんで、なんか不思議な感じしますよね、それを思い出すとね。本当にあったのかなこんなのみたいなね。よいしょ、これでもね、高校の時は、あれですね、やっぱ減量とかしてたんで、体重落ちない時は、ここでね、走ったりして、練習終わって、ここまで走ってきて、またここで走ってみたいなね、そういう感じでいましたね。懐かしいですよ。今日はね、平日の昼間なので、ほとんどね、人がいません。暑い暑い。よし、でちょっとね、座れるちょっと丘を目指して、そこでちょっとねトークでもしてみたいと思います。どうしよう、あここがいいかもしれないね。いや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 、今日ねもうねサンダルで来てますね、サンダルでよいしょ、よいしょ。さてしたら着きました、よいしょ。いいか、もう。あ、すいません。今更マスクをね、ちょっとやろうと思って。まあいいや。今誰もいないんでね。ということでね、暑いですね。今ね、ちょっとね、自販機でこれ買ったんですけどね、国産天然水って書いてあったんですけど、国産天然水って売りにしてるのすごいですよね。どっちがいいのかよくわからないですけどね。国産って言ってもね、どこの水なのかなっていう、書いてないね、書いてないのに国産って言われてもさあ今日はですね、こうちょっと自由についてね話していこうかなと思ってます。ブログでもね最近よく書いてるんですよ、自由についてね。ロックンロールの話ですね。ロックンロール、皆さんにとってロックンロールって言われてもなんか 歌って思いますよね。ただロックンロールってああいうロックの生き方っていうのはなんか、ああいうロックスターたちのその音楽とかだけじゃなくて、やっぱ生き方だと思うんですよね。別にそれが音楽だけじゃなくて、いいしね。音楽だけじゃなくていいっていうか、他のいろんな、あれですね、生き方っていうのがあって、まあ、ロックな生き方についてね、ちょっと今日は話したいなと思いますね。まあ、小さい頃ね、毎回言ってますけど、暑いな、ちょっと待って、暑い、ちょっと待って、暑い、小さい頃ね、タイガーマスクに憧れて、まあ、やっぱ突拍子のないねものを見てですね、あれこういう職業があるんだったら別に働かなくていいんだと、まあ、あれも働いてるんですけど、
こういうふうに生きていけるがあるんだっていうね、それがね、思ったんですよね。これはね、それはブログでも書いたんですけど、その時にもう突拍子もないその憧れて、なんかやっぱりこう時間で決まって働くっていうのはどうもね、違和感感じたんですよね、子供の頃から。それでプロのなるまでに実践を積みたいと思って、強くなるための実践を積みたいと思って、柔道を始めるんですけど、その柔道の世界が凄まじく常識的な場所なんですよ。それはそうですね、武道ですからね。そう、柔道はだからそういうやっぱ教育者も、もうやっぱり精神からね鍛える、真っ当な道っていう、なんかそういうのがあるんで、逆に実践積むつもりで入ったのに、なんか真面目な世界に入っちゃってですね。で、結果出せば出すほどエスカレーターでふーっと上がっていっちゃうんですよ。で、中学卒業の時は8校推薦がもう決まってたし、高校卒業の時はまあ明大中野っていうこともあったんで、明治大学だとか、まあ日大、まあいろんなとこね、他いろいろ行けたんですね。国体優勝してたんで。だけどまあちょっとプロに行こうかなって考えてたんで悩んでたんですけど、なんとなくそのこれもどうしようもない決断ですよね。普通明大中野にいて明治っていうのはもう当然のコースなんですけど、で日大の先生ともすごく仲良くしていただいてたのに、友達なんか仲のいいね、他の学校の友達がみんな日体大行くんで、あ、自分も日体大だったら行きたいなとで行っちゃうっていうね。相当なんか悪いことしましたね、その辺はね。自分の中何にもこだわりなかったのに日体大行っちゃうってですね。まあその辺はちょっとでもロックだったかもしれないですね。普通はなんかいい大学に行きたいなとか思うんじゃないかなと思うんですけど、まあそんなことがありながらエスカレーターで結局行って、まあもともとはそういうロックンロール的なね、かっこいい生き方っていうのを思ってたのに、非常にこう体制の厳しいところに入ってしまうんですよね。もうめちゃくちゃレールしっかりしてますからね、どこでも行けるっていうね、すごいですよね。ある意味受験勉強なんかしたことないんですよ。受験勉強したことないのにどんどん上がっていいとこに行っちゃうっていうね。だからもう子供の頃から、そういう中学校ぐらいの時から、まあ、もちろんそのプロで活躍したいっていうのはあったんですが、その逆にいい高校いい大学行くっていうことに関しては全く憧れなかったですよね。興味ないっていうか、やっぱりロックンロール的なものにやっぱ憧れてたんでしょうね、今思えばね。言葉で言うならば、その時はなんかわからないんですけど、やっぱり人間っていつでも行けると思うとあんまり魅力なくなっちゃうんですよね。そうだから、よく皆さんが子供お子さんになんか受験勉強させていいとこ行かしてとかやるけども、なんか自分の場合はなんかもう行こうと思えば行けるっていうのはこうちょっとこう天狗的なね子供だったから、全然その普通の道に行くっていうのが興味なくなっちゃって、すごいですよね、それもね。贅沢な話なんですけど、それで、まあ途中で、まあ、ずっと柔道エリートで来てたんで、途中で、まあ、大学辞めた瞬間に何にもなくなっちゃったんで、プロレスも受けたけどダメだったんです、結局ね。そしたら何にもなくなっちゃって、こうある意味こう俺はプロ行くんだって普通の、いい企業とか行く人たちをむしろなんでそんなとこ行くの、それ自分が行きたくて行ってんのかと、まあ、先輩たち見ながらもすごくロックンロール的に、かっこいいなって強さとか憧れてたのに、最後就職の時になるとそれ自分のやりたかったことなのかなっていう、ちょっと、ね、そこにね疑問を感じちゃって、蓋開けてみたらねアルバイトになっちゃいましたからね。もう発言権なくなっちゃいましたね。大学も行ったり来たり戻ったり適当に中途半端になっちゃったんですけど、やっぱりそれはね、あいつあんなね中途半端なやつにプロなんか務まるわけないよみたいなね、そういう目で見られてましたけど、まあその通りだったと思います。やっぱ当時はプロの世界ね行くんですけど失敗して、
結局ね二十歳ぐらい、19歳ぐらいから24歳、3歳、4歳までずっとくすぶるんですよね。まあその間にちょっと海外とか行って、まあ気持ち的にはなんか、あ、こういう自由っていうのはいいなっていう、なんか結局こうつまずき、その途中まではエリートなんだけど、こうつまずきが多かった分、まあいろんな経験もさせてもらって、まあプロになるのも時間かかったし、でプロになってからもいろいろあったんで、まあそういう意味ではいろんな経験をしたんで、いいこともすごく あったし、悪いこともあったんですが、まあその点はまあなんかもう全てなんか楽しいなっていう経験になりましたよね。だから逆になんかエスカレーターでガン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 行ったら、僕は多分ねつまずいた時で弱いと思うんですよね。だからエスカレーターでみんな子供に苦労かけたくないって言うんですけど、自分はもうどんどん若いうちにね苦労させて、力つけて、そっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。自分としてもなんかそういう柔道の肩書きとか大学の大学とかそういう職が職とかそういう売りがなくなった瞬間にすごくね気軽になっちゃって、そっからがね本当に楽しかったっていう感じですね。まあそこそこ結果も出てたんであれなんですけど、まあ間違いなく40歳までアルバイトでやってたと思いますね。結果が悪くてもそう思いますね。それがもう自分のそれしかなかったです、アイデンティティが。なので、僕にとってのロックっていうのは、まず自由、まず自由、そして、自分のために強く生きること、あとはまあ悪く言うと世間の常識はもう完全無視して、もうそれ自分のやりたいことだけをまあ貫くっていうのが、貫ける人ですね、ロックなのかなと思いますね。みんなやっぱりどうしてもどっかで、我慢して何かやってるってやっぱあると思うんで、でもそれをやっちゃうとなんかやっぱり会社に支配されてたり、時間が結局支配されてたりとか、死ぬまで半分以上はなんか支配された中で生きなきゃいけなくなっちゃうんですよね。ちょっと辛いかなと思いますね、それは。自分はですよ。辛くない人もいるのかもしれないですけどね。何にも縛られないで、もう明日も決まってないっていうかね、そういうなんか生き方が好きですね。なので、自分にとって、まあ、これよく言ってるんですけど、一番の、贅沢は、自由が一番大切なんで、まあ、その自由を取るのに、どうしていくかなと。まあ、自由イコールロックなんですよね。ロックンロールで生きるにはどうしたらいいかなみたいな。だからね、こうやっぱ海外の選手じゃないですよ、海外の、アーティストとかね憧れるんですよね、その自由感がね。それでいてこうはみ出してるようで実はまとえてる発言をする。だってほとんどの人がはみ出せないでいて、じゃあはみ出してる人をこう軽蔑するのかというと、実はずしっと心に来るんですよね。だからこうああいうアーティストとかの言葉って刺さるんですよね。だからみんな多分やりたいけどできないっていうのがやっぱあるんで、本当は実は答えは分かってるんですよね、自分の心でね。まあね、やっぱりねここまで諦めないで、来れたのはもう間違いなく20代前半の挫折でしょうね。まああれがあったのと、もうあそこでどうなってたかもわからないんで、人生が。あとはもうなんかこうすごく、あそこで終わってたとことを考えると、後のもうこう人生の楽しさってのはもう余韻な感じで、ね、余韻を楽しんでる感じで来てますね。もうねおかげさまで後輩いっぱいいたんで、ほぼそういう意味では指導とかも出ることなく、やっぱ自分はもう本当に好きなことをただやってたっていうのがあるんで、まあ今と本当に変わらないんですよね、昔も。ただ試合があったっていうだけなんですよね。だから今はまあのんびりこういう今はもう試合がねなかなかないんで、引退してるわけじゃないんだけど、まあ今日も今トレーニングもしたんですけど、トレーニングをして
まあ、日常的には朝起きて音楽とか聴いて、まあジム行くときはジム行ってって感じなんですけど、まあそれに試合がないだけですよね今はね。試合がない、試合がない、ギリギリのとこで戦ってきて、今こうゆったりいろいろ人生考えれたりゆったりできてるってことなんですけど、やっぱりああいうね究極の思いをすると、やっぱ試合がないっていうのもね、ちょっと物足りなさはあるんですよね。ただそれをいつまでも追っかけていくと、自分の体とかね、怪我とかもう本当に危ないなっていうのはあるんで、まあそこなんですよね。あんまりそればっかり追うっていうのも微妙なとこではあるんですよね。なのでまあ試合があればね、もちろんこう落ち着いたりもできるんですけど、まあなくてもね、ない中での楽しみ方っていうのをやっぱり作っていってるのが今ですね。これはもう昔から変わらないですね。プロレスラーになれなかったんで、それをやっぱりずっと後悔するような生き方したくないなと思って海外も行ったんで、そのだからやっぱり挫折がね全部生きてるなっていう感じがしますね。挫折からしか学んでないですもんね。1回のね挫折がね、自分にとってはすごく何でも感謝できるようになったなって言われますね。もう死んでるなって感じなんだあそこで。あとはね、そのよくどうやって復活ね、そんなにこういろんな挫折があってどうやってこう復活できたのかって聞かれるんですけど、これねよく聞かれるんですけどね、単純にもう大好きな好きなことを40までやるってもう決めてたんで、その途中何があってもあんまりそこは関係なかったんですよね。まあ普通はやっぱりお金が途中なくなっちゃったりとか、まあやっぱ普通の生活しないと辛いだとか、結婚したりとかそういうのがみんなあって、まあ辞めていくんです、辞めていくし、本当にいい選手はね今まで本当辞めてってのを見てるんですけど、単純に辞めるつもりはなかったっていうだけですね。なのでまあ本当にタイトルとかはね結果論なだけであって、ただやり続けたらよかったと思ってたんで、まあそういう意味ではなんか40までアルバイトしようと思ってたけど、24でオーストラリア帰ってきてからもう試合もバーッとすぐそのタイミング乗れて出れて、すぐね、割とすぐ安定したんで、まあすぐと言ってもあれだなね、いつも言ってますけど27までアルバイトですからね。まあだけどまあ後半はやっぱ早かったかなと思いますけどね。やっぱエネルギーがねとにかくね、もう満ち溢れてましたからね。やっぱり19、20歳から24まで試合ができないっていうこのフラストレーションがやっぱ後半バーンとねなんか言ったような気がしますね。まあ、あとロックンロールって自分の好きなものにすごく執着するのがロックンロールだと思うんですよね。信念ですね。まあ、執着って言うとまたあれだけど、言葉でいい言葉使うと信念だと思うんですね。でも普通の人は多分、まあ、普通って言い方良くないんですけど、意外とその信念とか自分のやりたいことっていうのが、こだわれないっていうのが結構あるんですよね、聞いてると。でどうでもいいところに執着するんですよ。でもロックンローラーは、自分の本当にやりたいことに執着して、それ以外のことはもう執着しないんですよね。パッと捨てれる、それもまたかっこよさなんですよね。ということだな。ちょっと授業サボってこういうとこ来て、なんかお弁当食べてたりとか、なんかこうはーっとこう癒しですよね。なんかそういうのを感じたんですけど、今は全然違いますよね。
講義に来る全然意味が全く違いますね。今は癒されるなっていうのはないな疲れてたんだろうね、やっぱね、昔はね。今はなんかもう癒されるっていうのはないな。そう、これね、今気づいたな。すごいなんか貴重な時間に感じたんですよね。癒されてて、あー、なんかすごいなーって、なんかのんびりいろいろ考えたりね。今はなんかもうただ遊びに来たって感じですね。なんだろうね、これただ遊びに来たってか、普段からまあ癒されてるんだね。普段からまあ癒されてますね。そう考えるとストレスフリーですよ、全く。もう試合の緊張感もないしね。なんかそういう、もう本当にただなんか試合の時の緊張感でこういうとこ来た時と学校の時と違いますよね。やっぱり何かこう支配されてるのがとにかく苦手なんですよね。どうしようもないですよね、それもね。今なんか見てもみんな疲れてんなっていう感じがしますよね。なんか疲れてんじゃないかなって。すごいのんびり寝てるんですよ、あっち側でみんなバーッと。ロックンロールって言っても好きなことやるっていうのは、まあ、とことんそれにかけるってことなんで、やっぱその辺はね結構ね大変なとこではあると思うんですよね。その他が自由だっていうだけでね、それに関してはすごい真面目なのがロックンロールだと思いますね。だからはみ出てるように見えてはみ出ない。でこれ本当にはみ出ちゃったらこれはダメですよ、これはダメだよ。それはロックじゃないんですよ、はみ出ちゃった、はみ出てるようで、スレスレの、道にいるんですよ。そう、それでやっぱりこう練習があったりいろんなことがある。まず精神的にいろんな経験したり、まあ、苦悩があったりとか、まあ、そういうのがあるんで、ロックンロールってなんかめちゃくちゃやるだけがこうロックンロールとかではないんですよね。あとね、やっぱスレスレのとこにね走ってるっていうのがあるんで、まあたまにガクンと落ちた時もあるわけですよ。でも全部ね、まあロックのいいところは、まあ、自己責任っていうね、それも強いですよね。やっぱそれはなんかあるかもしれないですね。こう結果がやっぱ必ず出るものなんで、まあ試合で言ったらやっぱり負けたらもうそれで全て何の言い訳もできないっていうのもあるんで、まあそういう自己責任、まあ怪我してもそうだし何でもそうなんですけど、自己責任っていうのがまた強く植え付けられた場所でもありましたね、生き方的に。だからもうそれがもう自己責任っていうのがロックンロールだなと思いますね。まあ普通、まあ会社員なんかよくね居酒屋で上司の文句言うとか、そういうのはないですよね、自己責任だから分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。誰のせいにもできないからね。そんなとこかな、今日は。プロってやっぱ自己責任だね。自己責任だからやっぱり自分で何とかしないといけないっていうのがあるんでね、まあそれが結局もう這い上がるしかないから、それが良かったのかもしれないですね。結局最後まで真面目な話になっちゃいましたけど、いやー暑い。ということで、本当に、かゆいますので、じゃあまたよろしくお願いします。